してましたか？あ、間に合った、だってよかったよかった。何をしてたんだろう。あ、そう、755楽しいねって今来てるけど、あの先ほどその私お仕事があって、でちょっと早く終わっちゃったんで、この乗り帯びまでの間にずっとあの755をしていたんですけど、あ、お仕事だよ、だって仕事帰りだよとか、ありがとうございます。そうなんですよ、だから755でね、あの755を先ほどまで多分見てくださってた人もいるかなと思うんですけど、あの仕事の休憩中です、だって出た、仕事の合間、え、デート中？本当？え、それはその彼女さんか彼氏さんか分かんないけど、あの2人とも乃木坂好きな方なのかな、だったらいいですけどねはい、ありがとうございます。はい、ということで、ですね、あ、最近何をしていましたかってことですね。なんだろうな、最近、そうですね、なんかでもすごいなんかこれありましたってことはないですけど、握手会があったりとか、あとスペイベがありましてね、ついあのこの間の日曜日、あの、アルバムのスペイベだったんですけど、普段シングルのスペシャルイベントってあのその全額券のところを切り取って応募して、そのイベントに当たるかもしれないみたいな感じで、あのあるんですけど、シングルのイベントよりちょっとアルバムのイベントはちょっと変わったイベントをするんですよ。ちょっと今までやったことないイベントやったりとか、あとクルージングは結構毎回入ってくるんですけど、あの今回初めて入ったのが結構運動会みたいな内容のがいっぱいあって、一つが大縄大会で、一つが玉入れで、一つが卓球対決っていうのがあったんですよ。あ、すごい、でも来てくださった方もいるんですかね、ミニ運動会とかチョレイだってそうそう、あ、玉入れ行ったよ、だって、そうなんですよ。皆さん得意、卓球が得意だからとか、オーナーが得意だからとかで選んでるんですかね、どういうあれでこれに応募しようとか思ってんだろう、なんかその全部多分応募券2枚とかだったかな、全部同じ枚数だったんですよね、その3つは。みんなどう、何で選んだ、卓球部だったとかなのかな、元、あ、卓球行ったようだって、そうそう、そうなんですよ。で、私もすごい、あのメンバー対抗だな、オーナーと玉入れはメンバー対抗だったんで、そのメンバーとファンの方10名の1グループで何グループもあってって感じだったんで、あの中田はのグループ、中田のファンの方々と私のグループは、そのオーナーの方も玉入れの方も、あの全然3位までにかすりもしなかったんですけど、でもあの、まあ、楽しくねやらせていただきました。でも私オーナーは結構自信あって、あの本当は飛ぶ方だったんですけど、あの、あ、ふ、飛ぶ方だったっていうか、あ、回す方だったんですよ、そのイベントの中では。けど飛ぶ方にはすごい自信あって、あの小学校の時になんかオーナー大会みたいなの結構出たりとかしてて、まあまあ結構頑張ってた方だったのでで勝てるかなと思ったんですけどね、全然みんな飛ばなかったですねすごい、でも来てくださった人もいっぱいいますね。あ、もう一人回すのって誰がやったのって書いてあったかな。あ、そうそう、あのそのメンバーと、あのあっち側にスタッフさんがいて回してました。で、間の中飛ぶ方はがみんなファンの方って感じでしたね。そう、かなりファンは運動ができないみたいなこと書いてた今卓球とかできるの、だって。そう、私卓球すごい苦手だったんですけど、あのその打つ人が上手いと、あの相手が上手いとあれなんですかね、ラリーってなんだかんだ続くんですね、すごい
私下手な割にまあ楽しくやりました。うん、あすごい、みんなの得意なスポーツの話をすごい来てますね。あれあれ早い早い。みんなはあバドミントン部でした。だってバドミントンのでもイベントとかあってもあれですよね、その初心者だとめっちゃ難しそう、卓球とかと違って。バドミントン昔家にあったんですけどね、もうやってないな。剣道部です。剣道はイベントにできないな。でも野球部とかもそのだからやってた人は多いだろうけど、イベントにするとどうするんですかね。そのメンバーでそれぞれチーム作って対抗とか、サッカーとかならいけそうだけど、まあ危ないのかな、あんまり激しい感じのスポーツはね。なんか次またアルバムとかがあれば多分面白いイベントとかまた始まるんじゃないかなと思うので、皆さんよかったらまたイベントがあったら来てください。はい、シングルのイベントだったらその結構黒ひげ危機一髪を毎回あるんですけど、今回のアルバムもあって、はい、もう定番のイベントでしたね。また来週今週かな、またスペイベの後半戦があるみたいなので私は楽しみにしております。おっと、ここで1万人突破しました、ありがとうございます。ほいほい、なんだろうな最近の仕事の近況は。あでもこれからですけど、今週ラジラに多分出ますね、それはよろしくお願いしますかな。そうラジラ結構出てるんですけど、また出れて嬉しいですね。うん、あとなんだろうな最近の、うーん、なんだろう、まあまあまあとりあえずまあそんな感じですかね。すいません最近多分そんなあれしてないかも、なんかお仕事あんましてないのかも、全然何にもないですよね多分。コメントでも何見たよとか来ないってことは多分私はあんまお仕事してないのかもしれない。なんだろう、さあ最近婚約しました、だっておめでとうございます。アップトゥーボーイって書いてくれてるので、発売ちょっと前になるんですけど、次の号が発売されるまでは、よかったら見てください。なんだろう、ヌメロンですね。結構散々言っちゃってはいるんですけど、収録してきましたのでよかったら見てください。7月とかに多分なっちゃうのでまだ多分先だと思うので、うーん、バースデーライブの DVD が出るんですね。あれですかね、バースデーライブっていうか神宮と秩父の宮ラグビー場で2会場同時開催だったやつですよね多分。今まで結構バースデーライブしか
DV 映像化してなかったんですけど、今回も一応バースデーライブだけどこうシンクロニシティライブなので、今までのそのライブ DVD とも違うと思うので楽しみですよね、どんな感じなのか。あの東京ドームも出てるか、そっかそっか。最近の麻雀の調子はどうですか。まあ打ってなくはないんですけど、あの全然なんかあんまり負けもしないし、なんか高い手も上がらないしみたいな感じで全然面白い話がないんですけど、とりあえず打ってます、結構麻雀は。なんだろう、アンダラを映像化してほしいです。だってそうだよね。でもまああの熱量はね、あそこだけの良さっていうのもあるので、しないっていうのも一個いいかなっていう気はしちゃうんですけどね。ドキュメンタリー映画第2弾これ発表されたんですね、多分。めっちゃコメント来てる。そうみたいですね、なんか映ってるといいな。あ、でも滑走路とか、まあそうですね、滑走路もMV とか見てください。もうだいぶいろいろなとこ喋っちゃったからもう多分思いつかないんですけど、滑走路多分あの普通にたくさん見てくださいって感じです。はい、じゃあ早速ですが、今週の配信メンバーで争う、の曜日選手権をやりたいと思います。イエーイ。ですね、今週の距離は片手ボールつかみです。こちらの小さなボール、こちらのってこれか、小さなボールを片手で一つかみして最も多くつかめた人には、素敵なプレゼントが贈られますということだそうです。ちなみにですね、あのなんこの月曜日、レナチュが8個で、火曜日昨日がアスカが5個っていう状態らしいんですね。レナチュの8個すごいですよね。これ8個、すごくない？これを8個だよ。ちょっとでも私結構手でかい方なので、あの8個超える勢いでいきたいと思います。じゃあ早速いきます。やばい、いけそうだけどこれめっちゃ難しい。あ、待って、手がちょっと待って、手が出ない。あ、手が出ない。これちょっと一回やり直していいのかな。あ、これ一回やり直していいんですかね。ちょっと一回、いいですか。ちょっと手抜けないよ、ちょっと待って。もう一回いきます、すいません。細めに手 しないと抜けないってことが分かりました。だから手を細めにいきたいと思います。えい、あ、やっぱり抜けない。これみんなどうしてるんですか。あ、こうやって、あ、蓋を開けて。え、でも、あ、そうします。こう抜けなくなっちゃうので蓋を開けていきます、すいません。2人とも、あ、開けてたよ。だって蓋みんな開けてたのか。あれ開けてました、もう昨日とか。あ、そうなのか。なるほどね。でもこれそんなこと言ったらなんか結構モテそうな気しちゃいません。じゃあこれでじゃん。結構自分で頑張ったつもりなんですけど、じゃあ数えたいと思います。
1、2、3、4、5、6ということで6個でした。じゃあ書きましょう。あ、ありがとうございます。6個か、いけると思ったんだけどな、もっと。えい、ということで6個。そう思うとレナチの8個ってやっぱすごいよね。レナチってすごい、だってあの、わかります、このピンポン玉ぐらいの大きさなんですよ。わかります、このサイズ感。これ8個だからね。え、ちょっと逆に今8個で持ってみようかな。掴むんじゃなくて。あ、無理ですね。無理ですね。いっぱいバラバラこぼれちゃった。おいで。はい、あ、ごめんなさい。ということで、8個は相当すごかったということで。はい。レナチはあの腕が長いだけじゃなくて手もでかかったっていう。はい、ちょっとね、月曜日からこれやられちゃうとちょっと夢がなくなりますよね。はい、ではじゃあ早速続いてのコーナーに行きたいと思います。今週は、あ、じゃあ梅雨にちなんで、じゃあ、ん、あ、アメトーーク。はい、今週は梅雨にちなんで、雨に関するトーク、アメトークをしたいと思います。だってアメトークってあれですね、アメトーク、なんか聞き覚えがありますけど。そうですね、アメトークか。でもなんかみんな言っちゃいそうなのは、あの、やっぱライブが乃木坂雨女って言われるので、これ結構みんな考えそうですけど、私あの仕事で言うとなんかすごい覚えてるのが、あの、なんだっけ、あのベースボールのやつなんでしたっけ、あ、初森ベマーズ。やばいやばい。あの初森ベマーズの撮影の時に、あの私ほんと一話限りしか出てなくて、しかもそのすんごい濃い化粧して誰だか分かんないぐらいの化粧して出る役で、しかもそれのもう2番手の役だったんで、もうほぼ映ってないんですけど、ほぼ誰だか分かんない状態でしか映ってないんですけど、でもそれのあの撮影が、あのちーちゃんと私、あの斉藤千春と私だったんですけど、ちーちゃんの撮影が先にあって、それ終わってた後ぐらいからザーって雨降っちゃって、あの私の撮影のあの前にめちゃめちゃ降って、撮影が進まないっていう状態になって、しかもなんか待ってるところが、そのベマ、初森ベマーズのあのだから乃木坂のメンバーの いるところじゃなくて、うちはそのなんかエキストラの方々がいるところと一緒に待たされてて、だからその外だったんですよ、みんな中だったりとかしたので、結構あの大変なあの日だったなっていう感じでした。だからほぼ映らないのに私の前ですごい雨降って、あの全然撮影が始まらないっていう。でもそれも私が多分雨女だったせいなのかなみたいな気もしますね、多分。はい。大変でした。で、私もそのコミュ力とかがやっぱそんなないので、あのそのエキストラの他の方とかと仲良くなれればいいんですけど、私に全然喋りかけたりとかできなくて、もうひっそりとあの一人で、あとはマネージャーさんとかと一緒に話してたなと思いますけど、私今は別に雨女とか思わないんですけどね、当時は本当それは雨女なのかなって思っちゃいましたね。はい。でしかも濃いメイクだから、あのちょっと湿気とかそういう汗とかかくと、あのもう真っ黒になっちゃうんで、それの維持もめちゃめちゃ大変でした。
懐かしいな、楽しかったですけどね、それはそれで。はい、なんか見てた人とかいるんですかね、その当時ちゃんとその当時からファンでとか結構いるんですかね。もう結構経ちましたよね、ベマーズから意外と経ってるんだよな。あ、でもリアタイしてたよ、だって。あ、すごいな、やっぱいるんですね。うんうん、はい。なんか逆に皆さんのなんか雨の日の思い出とかありますか。あ、すごい、ペガサス、ん、ペガサス中田みたいな書いてある、なんかそう、そんな名前でした。ちょっと待って、やばい、役名とかまで覚えてないんですけど、ほんとそう、すごいな。よく、あの、ちなみに私のおすすめする雨の日の過ごし方はですね、もう本当にひたすら家にこもって家から出ないことですね。本当にあの図書館とかもあるなと思ったんですけど、あの映画館とかけど、あのもうそもそもそこに行くまでの過程がもう雨に濡れるのが嫌なので出ないです。そうですね、私深夜ラジオが好きなのでラジオに行くっていうのをおすすめしたいと思います。はい、ということで、じゃあそろそろ続いての企画に行きたいと思います。カップスターわら生 CM、 イエーイ。ここからは6月の特別企画カップスターわらを、生放送でコマーシャルしようと思います。前回のメンバーアスカが決めてくれたお題はこちら、カレーうどんにこの牛乳を入れるということですね。まあどうなんだろう、でもなんか一見ちょっとやばそうに思うけど、なんか割となくないかなって気もしちゃうんですよね。とここで、あ、いい匂いしますね、今お箸を割りました。こちら、じゃじゃん、届きました、カレーうどん。え、めっちゃいい匂い。え、ちょっと、あ、めっちゃいい匂い。え、もういいですか、食べて。というわけで、こちらが今日生コマーシャルするカレーうどんです。せっかくなので、まず普通に食べてみたいと思います。いただきます。あの、服やばいって言われてる。確かに。ちょっと、かき混ぜよう。そうなんですよ。今日白で来ちゃった。ほぐしてほぐして、飛ばなそうにしよう。えいえい、ではつむじタイムって言われてる、ごめんなさい。いただきます。いや、おいしい、いい、ちゃんとあの具がカレーうどんなんですね。あの、あ、あ、おいしい。普通に永遠に食べれる、全然牛乳入れなくていいんだけどな。いいですね、あのこのカレーの味が美味しいな、スープの。あ、お腹空いた、だって。いや、ほんとマジで美味しい。みんな食べたい、だって。牛乳入れないのって。そうですよね、まあ、今回入れなきゃいけないんですよね、そういう企画ですもんね。まあ、アスカが選んでくれたから、じゃあちょっと入れてみますか。ちなみにですね、この牛乳、このちょっとワンカップ分あるんですけど、徐々にちょっとずつ入れていこうかな。どうなんだろう、ちょっとこれ全部一気に入れると大変そうなので、ちょっとずつ入れてみようかなと思います。えーい、あ、でも結構入れちゃった。ちなみにですね、牛乳、あの、ちょっと温めていただきましたので、あの、ちゃんと冷めないようになっております。ありがたい。あ、でも見て、
色がちょっと見えるかな、あの結構色がクリーミーでなんか全然悪くない見た目が、あのでもカレー作る時に牛乳たまに入れますよね、だから悪くない気がすんな。ちょっといい、ちょっと行ってみよう、飛ぶかな、へいへい、行きます。ん？え、全然普通に美味しい。ちょっと待って、わかんない、適量なのかな。え、ちょっともうちょっと入れてみよう。ちょっと今牛乳半分ぐらい入れました。ちょっともう一回、あ、もう完全に色がクリーミーですけど、いただきます。うん、あ、全然でも美味しいけど、あの、あ、だから子供向けなマイルドな味になります。え、でもうち全然好きだな。え、これ全然いいですよ。え、正直入れても全然美味しい。あー飛んじゃった飛んじゃった。え、多分たまにこのこれも食べたくなる。やばいやばい、美味しいで夢中になってるとちょっと終わっちゃいそうですね。ちょっと明日の大丈夫飛んでないかな明日のあのあれ出さなきゃ。ですね、明日の配信メンバーがいくちゃんになりました。だからあのお題を決めたいと思います。じゃあまずベースの、こちらから一個引きたいと思います。じゃあこれにします。じゃん、お、関西すき焼き風です。お、でも結構これ味がちゃんとしっかりあるからどうなんだろう、何どうなんだろうな、なんかもうそのままがやっぱ一番美味しくなってると思うけど、じゃあちょっとちょい足し差がちょっと選びます。じゃ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 ん、あ、ん、地元の方言で食べた感想をお願いします。なるほど、ん、地元出身地のってこと、本人の、あ、ん、東京かな、あ、それがドイツか、ドイツ、ドイツのちょっとちょっといくちゃんに来たらやばいやつ来ちゃった。ドイツ語でってことかな、喋れるのどうなんだろう。で、食べた感想をお願いしたいと思います。いくちゃんちょっといくちゃんに出たらやばいの出ちゃったよはい、ということで、あ、そうですね、最後に三洋食品さんからのお知らせです。乃木坂46双止フィギュア、のりどめちゃんがなんと5000名様に当たるキャンペーンを実施中です。6月末まで、応募締め切りです、あ、6月末で応募締め切りです。ワラーカップスターのどれか2個を買うと一口応募できます。ツイッターでも告知しているのでぜひ応募してくださいということで、もう結構あの、あ、2万人突破したんですね、ありがとうございます。すいません、なんかバタバタしちゃったんですけど、あのこの後あのあれもあるんですよね、あの猫舌もあのやったりしてるので私は出ないんですけど、皆さんよかったらこのまま見に行ってください。じゃあちょっと時間ないから、3位ぐらいまで、1位の春風86さん、2位のブンブンさん、3位の、BND ひろくんさん、ありがとうございます。はい、ということで明日時間未定なので、あの決まり次第またあの発表告知させていただきたいと思います。はい、乃木曜日、水曜日、終わりの時間です。無料ニュースアプリスマートニュースの乃木坂46チャンネル内で乃木曜日アフタートークを配信予定です。そちらもぜひチェックしてください。それでは、ちょっと駆け足になってしまいましたが、中田かなでした。ありがとうございました。